勝負あったな、ハデスよ。神々の王たる我が力、思い知ったか。と言いたいところだがな、今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまたそうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。さあ、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。ボーディン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もだ。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかしこたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと、今改めて詫びておこう。悔しいけど、私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ、人の子らよ。なんじらの行く新たな道の先に光あらんことを。